広島に来ました。二十歳になったので西条の酒祭りデビューです。行ってきます。おー、リコちゃん、お久しぶりです。いや、今日ほんま重要な役目、よろしくね。よろしくお願いします。まあ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 、はい、東広島の美味しい酒飲んじゃって。ありがとうございます。いっちゃってうん、飲みやすいよね。めっちゃうまいのよ。これは飲みすぎちゃいますね。いや、そうなの。もし飲みすぎちゃったら西条の美味しいお水を飲めば大丈夫じゃけ。ありがとうございます。いただきます。飲みやすい。どうぞ。おっとっと、ありがとうございます。ちょっと酔っ払った。あれ、私なんか重要な役目あるって言われてたの、なんだったっけ。東広島の不思議な世界へと入ってしまった。ここどこ？すいません、早く来てください。そろそろ除幕式が始まりますよ。これから東広島市の立派な市長になるためにしっかり勉強していただきます。え、市長？どういうこと？市長見習いのリコちゃん、みんなの努力で作り上げたこの東広島市をどう発展させたいのか、しっかり考えてみてください。そもそも東広島市ってどうやってできたんですか？1970年代、日本経済の発展は著しく、人々の生活水準が急上昇する中、我々の町も今こそ明るく豊かな生活を確立する方向へ脱皮しなくてはいけない。それぞれの町が協力し、知恵を出し合い、力を合わせれば理想の町ができるのではないかと人々は考えた。そこで西条、八本松、志和、高谷の4つの町を束ねて、今までにない新しい町を作ろうとみんなで考えたんです。なるほど、思い切ったアイデアですね。東広島市は人間と自然の調和のとれた学園都市を理想として掲げ、大胆な都市計画を進めました。山や田畑の中にいきなり大学を作ろうとしたんですね。大胆。
それぞれの目から咲く物語、僕らの未来は始まったばかり。歩んだ日々にありがとう、この街の朝に今立っている。どんな街が集まって東広島市ができたんだろう。西条は酒蔵が軒を連ねる酒蔵通りや試験研究機関が集積する町、八本松は美しい田園風景が広がり高度な技術を持つ企業が集積する町、滋賀は都市部に近接し豊かな田園環境に恵まれた蛍が舞う風情のある町、高谷は大規模な住宅団地や教育機関の集積、歴史ある町並みがある町。東広島市は広島県内最大級の作付け面積で米を栽培、地域によるさまざまなブランドのお米があり人々に愛されています。わっ、ここはどこ。ひこちゃん、ちょっと見て。このお米はね、恋の予感って言って新しい品種なんだよ。へー。東広島は広島県の中では米どころで、いろんな品種の米があるけど、この今の温暖化の関係でお米にも暑すぎると障害が出てあまりいいお米ができないので、暑い時期を避けたお米ができるように、そのためにこの品種改良してできたのが恋の予感。いただきます。はい、おいしい。弾力がありますね。粒がしっかりしとるでしょ。噛めば噛むほど甘い。美味しい。東広島の牧場です。これは何ですか。どうぞ。ありがとうございます。さっぱりしてるのに飲みやすい。それが私たちの普段飲んでる牛さんのミルクです。東広島市を先端技術の開発拠点にするための工事が完成しました。念願の広島大学の統合移転が行われ、東広島市は学園都市と変貌を遂げていきます。ここはどこですか。ここは広島大学の国際交流ができるミライクリアっていう場所です。東広島の好きな場所とかありますか。酒蔵通りです。酒蔵通り、はい、はい、行きました。皆さん、自然が良くて花見とかもできるところ。最高にイベント
国際フェスタというのが一番楽しみなのは食べ物。食べ物いろんな国の食べ物、大学と町が融合した町づくりを進めるために JR 西条駅から大学まで4車線の大きな通りでつなぎ、新しい町の風景となりました。万歳！万歳！みんなこんなに喜んでたのね。いろんな人の努力で周到な調整が行われてきたからね。新しく黒瀬、福富、豊坂、高知、秋津の5つの町が加わり、さらに大きな東広島市が誕生しました。東広島市は山や海も加わって、これで9つの町の魅力が集まったのね。黒瀬は大学の機能を生かした健康、福祉と交流の町。福富は福富ダムや大型遊具がある道の駅などの交流スポットがある町。豊坂はオオサンショウウオが生息する豊かな自然環境や観光牧場や農園がある町。高知は広島空港に近く3つの清流に恵まれた町。秋津は瀬戸内の温暖な気候や風光明媚な景観に恵まれ、農業、水産業が盛んな町。すみません、はい、ここはどこですか？ここは秋津町の海です。へえ。この海はね、塩分濃度がちょっと高いんですよ。うま味がすごく増して美味しい牡蠣なんですよ。食べる、はい、ちょうど焼けたんやったどうぞ。わー、大きい。弾力がすごい。プリプリ。それがここの秋津の特徴なんですよ。めっちゃ美味しい。めちゃめちゃ美味しい。市長見習いのリコちゃん、東広島市の今のテーマは何だか知っていますか？はい、調べました。東広島市はこういう都市を目指しています。その通り。では優しい未来都市ってどういう意味ですか？それは優しい未来都市について自分の言葉でスピーチ原稿を書いてみてください。私たちはずっと前からこんな街を目指しています。最先端の技術を持つ大学や研究機関に豊富な人材が集まり、恵まれた自然環境と調和した未来都市。そこで革命的な技術やアイデアが次々と生まれ、世界のさまざまな課題の解決に貢献していく。世界に貢献するイノベーション創造の街。そんな街になりたい。あ、またここはどこですか？広島大学ナノデバイス研究所です。これは何の研究をされてるんですか？半導体集積回路の研究を行ってます。普通の半導体では大概150度ぐらいまでしか使えないんですけども、これは500度にも普通に動く、すごい放射線が強いところで動くような半導体集積回路の研究をしてます。で、宇宙だとかですね、原子炉の中だとか、すごい厳しい環境でも動くようなコンピューターの研究をしてます。まあ、世界最先端の研究を行ってます。すごい。そしてもう一つ大切なことは、
人々の暮らしが輝く笑顔あふれる生活を作る街、豊かな自然環境や歴史文化を備えた街で、誰もが開放的な雰囲気の中でそれぞれの求めるライフスタイルや価値観を実現する、東広島市はそんな都市になりたい。東広島市の芸術文化の中心となる施設として新しいホールが西条駅前に誕生。飲みすぎちゃったら西条の美味しいお水を飲めば大丈夫じゃけ。空に描いた豊かな緑、穏やかな青に浮かぶ営み、大地の実り揺れる稲穂、この街の恵み浴びて生きてる。した言葉も歩んできた道もこの命も明日への助け、同じ空の下笑顔で語らい、手と手取り合って輪になって乾杯、ハレルヤ共に歌いましょう、世界の空へ奏でるハーモニー、ツツジと笑う明日のハーモニー、ラララララ、ラララララ、ララ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 ラ、あれ、なんか私重要な役回るって言われたの何だったっけ。皆さん今日はですね、素敵な女優の方が来てくださってます。大きな拍手。あれどっから出てきてくれるんでしたっけ。今どこに、あれちょっと待って。すみません、お待たせしました。よかった、広島出身で女優をやられております永瀬莉子ちゃんでございます。盛り上がってる。さあ、そんな莉子ちゃんにですね、今日は一日東広島市長をやっていただきたいと思っておりますけど、これが重要な役目。あ、来ました、こちら。ありがとうございます。はい、はい、どうぞつけてください。似合ってる。あ、莉子ちゃん市長にですね、東広島市50周年をお祝いして乾杯の温度をとってもらいたいと思います。私、さあ、はい、はい、
東広島市は誕生以来ずっと理想の都市の形を目指してきました。それは東広島市に住む人たちがみんなで力を合わせて作ってきた50年間でした。これからもみんなで掲げる目標、優しい未来都市に向かってますます素晴らしいことがたくさん起こりますように。東広島市50周年おめでとうございます。乾杯。しまった。また飲んじゃった。あーれー。東広島市50周年おめでとうございます。